魔法根さんからこの町についていろいろと聞くことができた。どうやらジョバンニは大図書館で魔法について調べていたようだ。ですね。わかりましたね、それが。彼の足取りを追って私たちも大図書館に向かうとしよう。おそらくそれがラビリンスシティの謎に近づく手がかりになるはずだと。そうですね。まあ、そこになんかいろんな情報が載ってるっていうことでね。まあ、魔法のこともそうだし、魔女のこともいろいろ調べれるかもしれないですね、ここで。では、あ、そうだそうだ。まずは、ひらめきコイン探しを、したいと思いますが、近くで見るとすごい高さですね。一番上まで見えないですよ。これほどの建物を作るには高い設計技術が必要だ。あれ、これ調べなかったっけな。こうやって見上げるだけでも図書館の大きさがわかりますね。大きいですね、なんか。何階建てだ、これ。すげえでかい。この肌の紋章は街の至るところで見つけたが、不思議な紋章ですね。この街以外では見たことがないです。羽ペンが描かれている紋章だ。ストーリーテラーを表しているようだ。羽ペンと盾。なんか、あれですね、謎々解くときとかに、なんか一瞬マーク出るじゃないですか。あれですね、これね。この紋章は、あの人の。ストーリーテラーのこと知ってんのかな、ひょっとして。外は崖と森ばかりですね。遠くの方は霧がかかっています。このさ、遠くに石、ちょっと見えますよね、薄く。これなんだこれ。これなんか、T みたいなやつ。なんだろう。薄くなんか見えないかな。遠くを見通すことができないね。なんか見えんだけど、図書館の下に広がる森や霧といい、謎は深まるばかりですね。ラビリンスシティって外っていう概念あんのかな、でも。森とか広がってるじゃないですか。これはラビリンスシティの内部に森とかがあるっていうことになるんですかね。まあ、よくわかりませんが。あ、見つけた。これで全部かな。あ、これがラスト。では、大図書館内部に侵入していきたいと思います。いきなり捕まる可能性はありますが。こんな堂々とさ、ルークさんたちさ、こんな入っちゃっていいのかね。騎士に追われてるというのに。うわ、天井までびっしり本が詰まっていますよ。これはすごい。ここにある全ての書物が物語なのですか。ええ、そうですよ。全部あの人、ストーリーテラーが書いたと言われています。こんなにたくさんの本を。大変だったでしょうね。てか、ストーリーテラーいくつですか。おいくつでしょうか。どいてください。ああ、この図書館の司書というか。うわあ、と、危ない危ない。持ちすぎじゃない。なんか、あ、まあでもね、だから、図書館とかで働いてる人とかでさ、こういうの俺でも見たことあるけどね。大変だよな。本を整理するときとかさ、こういうふうに持って運ぶこともあるでしょう。ごめんなさい、前に人がいるなんて思ってなかったんです。まあでも結構最新設備が整ってる図書館だとさ、なんかもう一気にね、たくさん本をね、移動できるなんかシステムがなんかあるみたいな話は聞いたことあるけど。いや大丈夫ですよ。本が崩れずに済んでよかったですね。あれ、ちょっと待ってください。ブックさんに目ついてますか？あ、ついてるついてる。髪の毛のすぐ下、髪型の、なんかね、坊ちゃん狩りみたいな、ちっちゃく目がありますね。本の重みならどうってことありません。僕は本が大好きですから。あなたも本がお好きなら一緒に運んでみませんか。いや、本が好きな人は本を読みたいんじゃない、運びたいわけじゃないから、ね、本は好きですけど、そんなにたくさん持ち歩くのは。あなたは本の醍醐味を分かってないな。本を抱きかかえたり、本に埋もれたり、本を触ったり、本をめくる音に耳を澄ましたり。あ、そうなんだ。本に囲まれたり、戯れたり見たりするのが、至福の時間なんじゃないですか。いや、読む瞬間だけですね、私は。私に関して言うなら。本の楽しみ方が、なんか違うような。このブックさん、意外に本は読まずにね、めでるだけというか、見てるだけで十分なのかもしれないですね。本の、そのものをね。
その声は、マホーネさん、ああ。あわわわわ。マホーネさん、みんなになんかやっぱりこう、なんでしょうね。なんかやっぱ特別な存在なのかな、マホーネさん。落ち着いてください。また本が崩れかかっていますよ。あわわわわ、ふぅ。驚かせてごめんなさい。まあ、ただ話しかけただけなんだけど。ルクさん、私たち本に、魔法について調べに来たんですけど。魔法？いや、やっぱり、いや、なんでも。あれ、なんか情報が漏れてるな、なんか、魔法について調べに来る輩が、ね、もうちょっとで来るから、気をつけてください、みたいなさ、そういう風になんか情報がリークされたのかもしれないですね。魔法のことといえば、やっぱり、魔法大全ですよね。その本は、魔法大全というのですね。できればお貸しいただきたいのですが、そうですね。ちょっとだけ読むだけなんで。謎見様が許可を出してくれるかな？本気で借りたいんですか？はい、僕たち魔法に興味があるんです。魔法ねさんのお知り合いが、魔法に興味。なんかダジャレみたいな、なんか。魔法ねが魔法に興味。やっぱりこの人たちも、わわ、うわぁ、うわぁ、崩れる。何ですか？うるさい。これは俺たちよりも、ブックさんに言ったのかな、これは。どっちかしたらブックさんの方がうるさかったから。図書館ではお静かに。お、この人が謎見さんか。あ、なんか髪型のてっぺんがなんかハテナみたいになってますね、なんか。メガネっ子か。でもこの人さ、なんか、メガネかけてて、こう、真面目そうな雰囲気出してるけど、メガネ取ったら、まあ、可憐な美少女っていうオチだろうな、これはな。なんかそういう雰囲気漂ってますね。ここは知識を求める人々のために開かれた場所です。お静かに願いますか？あ、すいません。ちょっとブックさん、ちょっと、うるさかったですよ。うん。ブックさん、あなたも師匠見習いとして自覚を持っていただかねば困りますね。ごめんなさい、謎見様。でもこの人たちが魔法大全を借りたいって言うんですよ。あ、そうなんですよね。まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけチラ見するぐらい。魔法大全と言いました。そうですね。あなたは、魔法ね、カタルーシアさん。あ、なんか初めてちゃんと名前で。あなたなら魔法大全がどのようなものか十分ご存知のはずです。あれは大義あるもののみ、目を通すことを許されるという重要な書物。頼まれても見せられるものではございませんよ。まあ、そこをなんとか、頼みに来たわけじゃないですか。それは分かっております。でも、この方たちは、残念ですが、理由の遺憾によっては変えられるものではありません。私からはお願いしたのです。どうしても魔法について調べたかったものですから。そうです。我々はね、もう見るからに特殊でしょ何かしら特殊な事情を抱えたそんな雰囲気するでしょ。あなたは失礼ですが、どなた様でしょうか。私はエルシャール・レイトン。この街のことを調べる、まあ、学者って言えばいいのかな。いわば旅人といったところでしょうか。そうですね。流れさまよう旅人です。そのような職業は聞いたこともありませんか。まあ、つまり、プーみたいな感じです。ニート。まあ、それは置いておくとしましょう。まあ、夢を追い求める旅人。私の名は、謎ミステリア。謎ミステリア。ややこしいところで区切ったな、これ。この大図書館の司書であり、同時に館長を務めております。ですので、魔法大全も含めて、蔵書のすべての管理を一任されております。申し訳ありませんが、あなたがどのようなお方であっても、魔法大全をお貸しすることはできません。そういう決まりですから。え、でもさ、図書館っていうものの意味としてはさ、やっぱりさ、こう、いろんな人に知識を広めていこうっていう、そういう意味の場所ですよね、図書館って言ったらね。まあ、どういうふうに定義されてるかわかんないけどさ、この世界で、図書館が。決まりってどうにかならないんですか？ルーク、ここは私に任せてくれないか。お、さすがレイトンさん。謎謎で勝負かな、これは。確かに、素性の知れぬ相手に見せられるものではないかもしれません。ですが、先ほどあなたは言いました。ここは、知識を求める人に開かれると。お、我々まさにそうじゃないですか。今の私にはどうしても魔法の知識が必要なのです。せめて、閲覧だけでも許可をいただけないでしょうか。
ね、持ってくってわけじゃないんだからさ、魔法大全は大義あるもの、中でも特に検察士の方々が取り扱うものでございます。検察士、なんか前なんか聞きましたね、それ。検察士、この町の司法を司る騎士であり賢者といった方々です。検察士と同等の資格を欲するのであれば、それ相応の知恵が求められます。知恵が試される感じですか。まあそれならこっちはお得意な感じじゃないですか、レイトンさんからしたら。では知を示すことができれば私でも資格があるということでしょうか。なかなか食い下がる殿方ですね。では一つ試させていただきましょうか。まあね、肉弾戦じゃなければこっちはある程度はね。かつて検察士を志す者たちの前に立ちはだかったし、それをあなたが解き明かすことができたならば、かつて検察士の方々になんかある試練が、それをこんな、こんな場で解いちゃっていいんですか？検察士と同等の知力があると認められます。その時は官庁である私、自らが魔法大全の貸し出しを許可しましょう。お、なかなか話のわかる。なるほど、その話乗らせていただきます。随分自信が終わりのご様子。ですが、その余裕も今に消えるでしょう。あまたの死亡者を阻んだ試練の道、あなたが突破できるかどうか。どんだけ難関な。合格率 10% 以下の国家資格を取得する気分だな、これ。大丈夫かな？なんじゃこれは。時の迷宮。時の迷宮？秒針だけの時計が並ぶ奇妙な世界を、スタートからゴールまで駆け抜けろ。時計の針が指している方向にだけ進むことができるのだが、騎士が一歩動くと全ての針が90度だけ進むので、次の針の動きを予測しながら、なるほどな。はいはいはい、わかりましたわかりました。やってみましょう。ゴール場所。ゴールはどこですか？あ、右下ね。では、そうですね。あ、動いた。そうだなぁ。こっち行って、こっち行って、こうで、この上のやつって何なんでしょうね。これ休憩地点ですか、これ。一旦休憩。なるほど。あ、でも右行ってもいけないよね。90度曲がったら戻ってくることになってしまうので、下行って、右行って、どっちに行こうかな、これ。これどっちに行こうかな。上と右。上行ったと仮定したら、上行って、右行って、あ、でも戻ってきちゃうからな。右行って、下行って、これどうしようか。どっちにしろ行けないもんね。下行って、左、行けた。いけたけど。なんか面白かったな、今の。レイトンさんの、いつも溜めるじゃないですか。いつも溜めるレイトンさんがさ、今までに見せたことのない、なんか絶大なドヤ顔で、今、謎解きをね、アピールしてましたけど、正解。不思議な時計の迷宮を迷うことなく駆け抜けることができた。どうですか、謎ミさん。謎ミステリアさん。いや、違う、間違えた。謎ミステリアさん。そんな、この謎をものともしないなんて。いやいや、これは、そんなに難しくないぞ、これは。一体何者なの？私が何者であるか以前に、一つだけ確かなことがあります。あなたの、この国の検察士は大したことがないということが、判明しましたね。この世に解けない謎はない、ということですよ。答えがあるのならばね。これで資格は十分でしょうか。いいえ。ちょっと待ってください。話が違うんじゃないでしょうか。誰が言いましたか。試練がこの程度で終わりだと。ほう。終わりだと思ってた。こんなものは、小手調べに、すぎません。次の試練は、あなた程度の頭脳では万に一つも解くことはできないでしょう。このぼんやりした、お顔が凍りつく様がありありと目に浮かんできます。怖いなあ。あわわ、なぞみ様、落ち着いてください。うるさい。
熱くなってますね。お黙りなさい、ブック。いや、ブックさんなんか、心揺さぶられてもさ、すげえ揺れてるのにさ、体も揺れてるのに、全然本を落とさないところにね、本の愛情を感じますね。どうやら、やはり一筋縄ではいかない謎のようですね。そのヘラーズ口永久に、閉ざして差し上げますわ。やりましょう。狂気に満ちた試練の中で、朽ち果てなさいませ。すげえ持ち上げたな。うわくっそ。やっぱりさっきのはまだ簡単な方だったか。え？なに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 ？なんか増えたけど。秒針だけの時計が鳴る奇妙な世界よ。これさっきまで一緒だよね。ただし、紫の時計は3倍の速さで、針が進むようだ。言い忘れましたが、一つ戻すなんて無粋なことができると思わないでください。ああ、さっきできたんだな、ってか。一歩道を踏み外せば、あなたはもうおしまいなのですから。うわ、マジかよ。ちょっと待って、じゃあさ、最初、ちゃんと考えながら行こう。まずここには行くしかないよね。で、こっちにしか行けないからこっち行きます。で、二つの選択肢があります。下に行くか、右に行くか。下に行った場合、3倍で動くから、行って、戻って、ちょっとわかんない、下行ってみよう。あー、これダメかもな。あ、ダメだ。やっべー、あ。これはさ、一回やりな。ちょっと待って。まあでもね、まあ、ミスることもあるでしょう。右行ってみよう。でもここまでは正しいと思う。ここまでは正しい気がするので。下。こっち。でですね。下行こう。そうだな。こう。上行こう。あー、これは。くっそ。ここまでは合ってると仮定します。合ってると仮定して。さっき右行ったから、下行こう。で、こうで。どうしようかな、これさ。あー、間違ったなぁ。なんか、ま、戻ってきた感じですね。あー、でもこれでさ、こうで、行かせてはくれないか。素直に行かせてはくれないようだな。あ、よーし、行けましたけど。行けましたけど、謎に、ステリアス。ドーン。どうだ。突然の変化にもう慌てず、冷静に迷宮を突破できた。これで資格は十分だろう。これで国家資格、検察士の国家資格に合格したようなもんじゃないでしょうか。なんだ。私の謎で、朽ち果てるどころか、制覇してしまうなんて。そんなこと、ありえませんわ。あ、メガネ、あ、上ですよ。上にありますよ。見ないでください。メガネをかけますから、少々お待ちくださいな。やはり美少女でしたね。大変お見苦しいところをお見せいたしましたね。この人さ、ここの館長なんだよね。いくつですか？それにしても私の試練を突破してしまうなんて。
あなたを見くびっておりました。なかなか手応えのある謎でしたよ。さすが大図書館の司書さんが出す謎だ。確かに難しかったな。急に難しくなった。その余裕のあるところ、見くいですわね。いつかそのつぶらな瞳を私の謎で白黒させてやりたいものです。なるほどね。レイトンさん、レイトンさんがね、白黒させるなんてめったにないからね。しかし約束は約束です。あなたに資格を与えましょう。魔法大全はこの大図書館の2階、特別閲覧室に収められておりますわ。お分かりかとは思いますが、魔法大全は非常に重要な書物です。夢存在な扱いなどなされませんよ。まあね、変なやつが襲いかかってきたりとか、いきなりなんか変なトラブルに見舞われない限りは大丈夫だと思いますけども、普通に考えたらね、そんな粗末な扱いはしないと思います。もちろんです。許可をいただけたこと、ありがたく思います。それでは特別閲覧室に参りましょう。あ、そうか、一緒に行くんだね。鍵がかかっておりますので、私もご一緒いたしますわ。やりましたね、先生。一気に2問取れちゃうなんてさすがです。まあ、何回かミスったかな、ルーク。レイトさん、すごいですね。そうですね、すごいですね。なかなかあんなドヤ顔できないですよ。司書さんは謎収集家として有名で無類の謎好きなのだそうです。だからとっても難しい問題を出題するという話を聞きましたよ。なるほど、この世界にも謎を収集している人がいるようだね。なるほどね。どういうことですか？いや、こちらの話さ。さて、それでは早速。ひょっとしてまあね、進んじゃって、ストーリー進めすぎちゃって、解けなかった謎とかは、ここで解けるようになるのかね。そういうシステムありましたよね、レイトン教授シリーズにも。はい、先生。ひょっとしたらあるかもしれない。ではですね、まだもうちょっと進めれますね。では、ちょっとここら辺調べていこうかな。シャンデリアの明かりが、ろうそくです。どうやって火をつけてるんでしょう。あ、でもなんか、レバーとかね、ハンドルとか回すとこれ落ちてきたりして、で、それで入れ替えたりとか、なんかそういうの見たことあるな。3階のところから長い棒を使ってろうそくに火を灯すんだろう。あ、そんな方法か。そんな方法でしたか。ろうそくの明かりだけだと目を悪くしてしまいそうです。そういえばロンドンでは眩しい明かりがありましたね。不思議でした。向こうにはね、伝統というものがありましたね。様々な事件や事故に関する書類がまとめられているようだ。魔女や魔法に関係する本はなさそうですね。どうやら彫像は左右対称になっているようだ。書物を読む人の像ですね。ここに置くために作られたのでしょうか。かなり大きい彫像。あ、そうなの？ちっちゃく見えるけど。どうせここにもあるんでしょう、ひらめきコイン。あ、やべ。話しかけちゃったブックさんに。なぞみさんの試験を突破しちゃうなんてすごい人だったんですね。そういえば図書館にふさわしいこんな謎もあるんです。そんなつもりなかったんだけどな、謎解くつもりは。本好きにはたまらない謎ですよ。まあまあまあ、いずれ解くことにはなるから。図書館の謎。あ、20ピカルだとそんなに難しくない。本の正しい並びが分からなくなってしまった。正しく並び直せば、本の背表紙に書かれた絵が綺麗に繋がるはずだ。なるほどね。上画面には本を正しく並べた際に、真下から見た図がある。焦げがあるが、手がかりになる。あ、この上のが、これか。真下から見た図だよね。真下から見たやつってことは、何が言いたいかっつうと、あ、おー、来た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 。あ、絶対これだ。なんか可愛らしい、なんか美人な、美人ななんか女性の絵になったもん。逆だったんだな、これ。ここが腕の見せ所だ。そうか、そういう。英国紳士としてはね。本が綺麗に並ぶと気持ちがいいね。すごい、背表紙、あれ、作った人神ですね、あれね。
さすが謎見様の試験を突破しただけのことありますね。すごいな。僕も見習って謎を解かないとな。あなたが好きなのは本なんでしょう。あくまでも。ではね、あ、ではまあ今回はここで終わりにしようかなと思います。結構時間かかったので。では、次回ね。次回こそ魔法大全を、見に行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。